どうも、トイレです。はい、というわけで皆さん、めちゃめちゃやばいことになってます。そう、アニワンがやばいんですよ。もうとんでもないことになってるね、この1114話、1115話のこのガープのシーンなわけなんですけども、これですね、皆さん何がエグかったか、まあ、気づいていますでしょうか。例えば、こちら、1114話、ギャラクシーインパクトなわけなんですけども、このガープの顔、めちゃめちゃ怖くないですか？何か意図を感じるような怖さがありますよね。で、また1115は青生地の凍結からの復活のシーンでもこういう風に目が光って怖い感じで描かれていたんですよね。まあ、というのも、まあ、最近のワンピースのアニメでは、まあ、原作よりもしっかりと戦いを描いたりとか、まあ、原作にはなかったこういうね、まあ、要素を足してくれているわけなんですけど、まあ、今回の戦いの中で、まあ、どうやら僕はね、意図的にこのガープが怖いタチで描かれていることにすごい意味があるんじゃないのかなと。で、その意味とは、ルフィやガープの名前についている D、ずっと考察されてるんですよ。この D とは何かと。その D はデビルなのではないかっていう話なんですよね。やはりルフィが選ばれたD である。黒ひげが違い、ルフィが選ばれる D っていうところも繋がってくるんじゃないのかなってことを思ったんですよね。で、実際、まあ、こうデビルっていうとね、悪魔っていうわけなんですけども、天竜人、あの世界では神ですよね。で、まあ、D は恐るべき存在で神の天敵と言われていることから、天竜人が神やするならその反対にいる D は悪魔だろうってことは常々言われていたわけなんですよ。で、それが僕1114話、1115話のこのアニメで色濃く描かれているなと思っていて、例えばこちらなんですけど、これは蜂の巣の上陸直前のシーンなんですよね。で、この時、ガープが出撃する前のシーンやったわけなんですが、コマ送りにするとかなり細かく描写されていまして、一瞬だけ覇気によって背景にドンの文字が浮かび上がってくるようなシーンもこういう風に描かれていたりもするんですよね。で、まあ、このシーンもかっこいいなって思って、まあ、X でもね、かなりバズっていたわけなんですけど、重要なのはもっと隠されてるんですよ。それがこちら。見てください。散って羽のようになる、この感じ、まるでね、悪魔の羽、地獄からのね、羽のような感じもあるわけじゃないですか。で、1114の蜂の巣上陸直前にも、冒頭の怖い顔を含めて、まあ、ガープが悪魔だと示唆するような描かれ方が、まあ、かなり多く散りばめられているんですよね。で、まあ、過去にもね、まあ、なんか見たことあるような、この演出と思った人もいるでしょう。まあ、それもそのはずなんですよ。まあ、最近ありました。ギアヒフスのルフィなんですよね。まあ、実際、ルフィとは思えないぐらいめちゃくちゃ怖い顔がこういう風に描かれたんですよ。これもまた、悪魔のように見えますよね。で、まあ、このシーンと同じぐらい、このなぜガープに演出を力を入れてるかっていうと、ワンピースという物語においてルフィのおじいちゃんであり、まあ、D の一族であるこのガープ、まあ、やはり重要人物なんですよね。じゃあね、まずこのガープの重要性についてはまあ話していきたいなっていうところなんですけど、まあ、実はこのガープという男は、尾田先生がルフィと同じぐらい温めているキャラクターなんですよね。というのも、連載前から、しっかりとキャラデザも確立されていると。それがどういうことかというと、ワンピースの原点とも言える読み切りがあるわけなんですけども、それがロマンスドーンなわけなんですよね。で、まあここにガープの原型となったキャラクターもね、こういう感じで登場しておりますと。まあ明らかに、まあガープですよね。おいルフィ、これを見ろ、ゴムゴムの実だ、敵戦が偶然持っとったのだ、売れば50億ベリーにもなるという幻の木の実でというようなことで言っております。もうこのコマだけでめちゃめちゃ重要なわけなんですけど、まあ、麦わら帽子をかぶったガープがね、まあ、いるわけなんですよ。やっぱ麦わら帽子もすごい重要なアイテムなんやろうなと思っております。本編ではかぶっていないんでね、その役割は全部ルフィに任したんでしょうということも読み取れたりもするし、悪魔の実って基本1億ベリーやのに、ゴムゴムの実が50億ベリーっていうのは、これオペオペの実と合わせてんのもなんか意味があるのかとかいうところも気になってくるわけなんですけど、まあ、ここで出てくるぐらい、まあ、やはり今ガープっていうのがまず重要っていうのがわかるんですよね。で、実際読み切りの時にはルフィがゴムゴムの実を食べるきっかけとなったのは、まあ、おじいちゃんの影響やったんですよね。まあ、つまりシャンクスの役割すら担わせていたわけなんですよ。で、まあ、先生の中でワンピースを構成する上でガープはこのルフィやシャンクスに並ぶ、まあ、重要キャラっていうことは、まあ、このことでもわかると思うんですよね。なんでまだまだ書き切っていない演出というのがあるわけなんですよ。で、まあ、さらにですね、このアニメの情報というのもかなり重要という話なんですけど、まあ、それはね、まあ
先日神木さんにも教えていただいた小田先生はアニメにも指示を出していて、原作では保管できないところをアニメでやってもらってるっていうことがこの大ワンピース新聞というところで書かれていたりもしたんですよね。で、まあ、この間のシャンクスのグリフォンのシーンとかも、まあ、明らかにね、まあ、原作では書ききれなかったことをアニメで保管しているんやな、でシャンクスってやっぱすごいやつなんやな、強いんやな、最終章のこのライバルの強さっていうのをここでアニメでも示してくれてるんやっていうのが、まあ、わかるじゃないですか。まあ、実際キッドね、すごいライバルですよ、ワンピース争奪戦において。でそんなキッドを倒すのにシャンクスの強さっていうのは原作でも十分やったのに、さらにアニメではその一段上を行くような、まあ、強さで描かれたんですよね。これはやっぱり最終章において重要だから、まあ、わざわざ保管したと思うんですよ。じゃあガープも、まあ、やっぱりそうなんじゃないのかなと思うんですよね。じゃあ実際これ D でデビルで悪魔かもしれないみたいな話が出ているわけなんですけども、ガープでそれを描いたのはなぜなのかっていう話なんですよね。だって実際ルフィで描いてもいいわけじゃないですか、ロジャーで描いても良かったわけじゃないですか。でもガープで描いたのはなぜなのかということなんですけど、実はこれもねしっかりと理由があります。僕小池スタジオっていう都市伝説のチャンネルもやってるんで、いろんな都市伝説の文献とかも見たりするんですけど、ガープという悪魔は実在するんですよね。ソロモン72中に属する悪魔の一つとされているんですよね。実際これは地獄の西方を滑る、まあ、偉大なる魔王の片割れとかも言われたりもするんですよね。まあ、偉大なる何々、ちょっとグランドラインみたいなのも想像するわけなんですけど、まあ、それぐらい重要な名前を小田先生は、まあ、ガープに与えているわけなんですよ。で、まあ、さらにねガープというのは原作内でもしっかりと悪魔と言われているシーンがあって、まあ、それがこちらなんですよね。かつてのガープは海賊たちにとって悪魔そのものだったってことを言っておりますと。ということで、まあ、現役時代のねこのガープを知る重要な人物の一人チンジャオがね、こういう風にガープのことを悪魔ということを教えてくれてるんですよね。でさらに、まあ、悪魔の方のガープというのはかなり地位が高かったわけなんですけども、66のね、まあ、軍団を率いてるんですよね。実際66っていうのもね、まあ、これ悪魔が好む数字やみたいな話も言われるわけなんですけども、まあ、そんな中で、まあ、今回アニメでこのガープが腕を組んで出てくるシーンっていうのがあったんですけど、実はこのポーズもめちゃめちゃ意味深なわけなんですよ。というのもこのストリートファイター2のラスボス悪の総帥ベガが撮っているポーズと全く同じやったんですよね。で、まあ、これはベガ立ちとも言われたりするわけなんですけど、まあ、小田先生もね、まあ、ストリートファイターはね、まあ、知ってるとは思いますんで、まあ、何かしらねこれは意識しているんじゃないのかなと、まあ、もしかしたらアニメスタッフの遊び心ってことも全然あり得るんですけど、で悪魔のガープの方はさっきも言ったように66の軍団を率いる総裁なんで、総統であるベガとも被っているわけなんですよね。で、まあ、他にもねこのガープというのは悪魔と関連する要素があって、まあ、それがね、まあ、今回ねこういう風に描かれてるんですよね。ガープのこの目が十字に輝いたりだとか、腕から十字の光を放ったりもしているわけなんですよ。まあ、この演出ね、まあ、うエヴァやエヴァやうわーってなったりもしたわけなんですけども、十字架というのはやっぱすごい意味があるんですよね。ちなみにねこの小屋ちゃんの今のエンディング曲タッケーもねこの十字なわけなんですけども、この十字というのもやはりかなりシンボル的な、まあ、意味がありまして、まあ、ガープが、まあ、悪魔であるならば、まあ、聖ペトロ十字という悪魔崇拝のための十字も存在しているんじゃないのかと。でそういったところから、まあ、持ってきているから、やはり悪魔なのではとね連想できるんですよね。でまたこの悪魔のガープの方なんですけど、そっちのガープは感情を動かすことにも長けていると。で、まあ、ワンピースのガープも感情を動かす点で言うと、まあ、ヘタレだったコビーだとか親の七光で、まあ、ひん曲がっていたヘルメッポをガープの元で数ヶ月訓練させた結果、見違えるような、まあ、高青年に成長させましたよね。でこれはまたね感情を動かして育成するというガープならではの、まあ、ことって考えると、まあ、悪魔のガープとも似通ってくる要素があるんじゃないのかなと。でね、まあ、そういったことをはじめね、このガープというのは、まあ、やはりね感情を、まあ、すごい大事にしている、まあ、人物なわけじゃないですか。じゃあそういった点でもこの悪魔のガープとも一致してくるよなと思うんですよね。アニメの話に戻るんですけど、選ばれた D の一族にはやはり共通点があるなと思うんですよね。まあ、例えば今回の戦いで、まあ、ガープの目がめちゃめちゃ赤く光っていたわけなんですよね。これはルフィも戦いの時に同じように赤く光っていると。これはね怖いですよね。正義のヒーローかとは思えないような風貌で戦っていますから、えらく迫力があるなと思うわけなんですけど、最初ルフィがこの姿を見せた時には神の能力があるニカだからかなとは思ったんですけど、ガープがこう描かれた以上、ガープは無能力者ですからニカが関係しているってことではないんですよね。そうなってくるとルフィとガープの共通点っていうのは、まあ、モンキー家っていうこともそうなんですけど、まあ、やはり D なのではないかと思うんです。ちなみに他にも D の一族の戦闘描写っていうのは描かれているわ
わけなんですけども、すごい人物がねこの十字の光を出してたんですよね。それからロジャーなんですよ。ロジャーも白ひげと本気で戦う時には目を十字に光らしていたんですよね。この直前におでんとも戦ってるんですけど、その時は光っていないんですよ。でね、まあロジャーがね、まあ、こういう風にやっぱ描かれてるっていうのはルフィと同じこの D の一族、選ばれる D やし、白ひげが言うところのロジャーが待っている D がルフィやとするならば、このロジャーもこの特徴を持っているっていうのは、まあ、一つ面白いところやなと思いますよね。でまたこのアニメ1115話でわざわざもう一人別の D の一族が描かれてるんですよ。そう、黒ひげなわけなんですけど、黒ひげは目は十字ではなく、なんか白目を向いて怖い感じで光ってるんですよね。つまりこれは、まあ、やはり白ひげが言っていたところのロジャーが待ってる男は少なくともティーチお前じゃねえって言っていたんで、この目の光の色だけでも違うっていうことを今のアニワンで表しているんじゃないのかなと、まあ、そう思ったんですよね。まあ、こういったことから、まあ、今回のアニメの中で、まあ、D の一族の中で眠る要素、この悪魔の要素というのが、まあ、かなり色濃く描かれてると、まあ、だからモンキーデビルルフィなんじゃないのかなっていうことも思ったんですよね。まあね、正義の、まあ、一味というか、まあ、ヒーロー側の、まあ、ルフィたちが悪魔なことなんかあるのかとも思うわけなんですけど、まあ、やっぱこの神の天敵であることっていうこともやっぱすごい納得できますし、また麦わらの一味にはデモニオ化をする、まあ、ロビンちゃんもいるわけですから、まあ、もしかしたら悪魔やけどめっちゃええやつやでみたいな感じで、まあ、描かれるのかもしれないですよね。まあ、そんなことを思ったんでね、まあ、D はこのデビルなんじゃないのかなってことを、まあ、改めて思いました。でさらにですね、このアニワンで、まあ、他の情報も描かれておりましてですね、まあ、それがですね、やっぱりこの覇気なんですよね。覇王色、まあ、ガープは今のところ覇王色を持ってるってことは原作では明言されていないんですけども、まあ、やっぱり持ってるんじゃないのかなと思うんですよね。このギャラクシーインパクトを見た時も、まあ、そうですけども、まあ、明らかにね、まあ、原作の時よりもパワーアップして描かれているってこともあるんですが、まあ、原作時と同じようにこの覇王色がすごいという描写もね、まあ、描かれているんですよね。で1115のこのクザンとの対戦時とかも、まあ、明らかにこの覇気をまとうというようなね感じのね戦い方をされているんですよね。黒い稲妻がね、まあ、漫画版では随所に飛び交っていたんですけど、アニメで改めてこのシーンを見てみると、まあ、ロジャーや白ひげの覇王色のぶつかり合いを思わせるような、まあ、描かれ方をしていると、まあ、これは、まあ、やはりガープが覇王色を持っていて、まあ、さらにまとって戦えるぐらいの、まあ、実力者なんじゃないのかなってことは思いましたね。でね、まあ、やっぱこんだけ強いガープなわけなんですけど、まあ、そのガープの強さってのはじゃあどうやねんっていう話なんですけど、まあ、それはですね、やっぱガープは、まあ、例えば頂上戦争の時にそう言ってわしを抑えとき戦国でなければわしは杯を殺してしまうということを言っていましたが、まあ、後にね、まあ、元帥となる杯、あの時点でも大将でしたから、そんな杯を殺せるぐらい強いのかってことを思ってたわけなんですけども、まあ、それがね、まあ、徐々に証明されていった結果ですよね。で、まあ、頂上戦争ではルフィが覇王色を発揮した時にやはり持って生まれたのかみたいな発言もしていたんで、覇王色を持っていたとしても全然おかしくなかったなっていうことは、まあ、改めて思いますね。で、まあ、やっぱガープというと、まあ、海軍の英雄と呼ばれるようになった出来事ですよね。ゴッドバレー事件なわけなんですけども、まあ、この事件でカイドウ、白ひげ、ビッグマムといった4校が在籍していたロックス海賊団を壊滅状態に追い込んだんですよね。まあ、やはりガープの全盛期の強さは世界最強クラスやったっていうことが、まあ、想像できますよね。まあ、だからこそ、まあ、今回のギャラクシーインパクト、まあ、すごい威力でしたよね。これもね、まあ、カイドウも言ってました。ロジャーが能力者じゃなかったように覇気だけが全てを凌駕すると、まあ、つまり覇気を極めれば、まあ、ここまでいけるんやなっていうところがね、改めてね、まあ、ワンピース今教えてくれてるんやなってことを思いましたね。で、まあ、最近のこのねアニマルの中で、まあ、描かれたのが、まあ、シャンクスがね覇王色の覇気の影響で大砲が爆発していくシーンとかもね、覇王色ってそんなこともできんのとか、遠隔でもの破壊できるんやみたいなことも分かりましたし、さらに、まあ、今回のギャラクシーインパクトでは、まあ、なぜか背景に銀河まで出てくると、もう宇宙すら想像できるぐらいの威力があるのかみたいなね、まあ、ことを思うわけなんですよ。まあ、もちろんアニメ上の演出っていうこともありえるんですけども、それにしてはこんな能力者のようなことを覇気で見せるっていうのは、まあまりにもえぐいよなと。まあ、つまりカイドウの覇気だけが全てを凌駕するという言葉の意味も、大抵の悪魔の身よりも覇気を鍛えた方が強いっていうことを、まあ、改めてここで主張してきてるんじゃないのかなってことは思いましたね。まあ、それがね、まあ、今回のガープの戦い方を見て思ったところです。実際、まあ、迫力のバトルやったわけなんですけども、やっぱりねこのアニマルの戦いっていうのはね、まあ、原作で見れなかった部分を含めて見れるということもあってね、めちゃ
めちゃ熱いなっていうことを思いますね。はい。でね、この激闘のバトルはね、まあもちろんめっちゃいいわけなんですけど、やっぱ気になるのはね、ガープが生きてるか死んでるかっていうところなんですよね。まあ僕はね、これね、ガープは生きてると思っております。ガープは死んでほしくないなっていうのが大前提にあるんですけど、またね、今回アニメではガープが、まあ、捕まったシーンっていうのまでは描かれていないんですよね。まあ、ただ原作では、まあ、もちろん描かれていて、まあ、それがね、こういう感じで、まあ、クザンがね、まあ、刺すわけなんですけども、お前たちが海軍の未来じゃ、ブワッハッハッハーっていうところで終わっちゃうんですよね。ガープがコビーたち後進に、まあ、未来を託して、コール付けにされていく悲しくも感動的なシーンなわけなんですけど、凍らしてるのがね、やっぱクザンというところがね、僕ミスやと思っていて、サウロを過去クザンは凍らしてるわけなんですけど、アイスタイムカプセルで結局サウロは今も生きてるなっていうことを思うんですよね。でまたガープは今回笑いながらこの最後のセリフを言ってるわけなんですけども、まあ、これもまたサウロが絶望してるロビンに対して、この世に生まれて一人ぼっちなんてことは絶対にないんだでと幼いロビンの時笑いながら凍っていったシーンとも被るなっていうことを思うんですよね。そんなサウロが生きていた以上、まあ、やはりねガープも生きてるんじゃないのかなってことは思いますね。ワンピースの世界っていうのはやっぱこの亡くなった時っていうのは結構印象的な、まあ、書かれ方をするんですよね。まあ、実際白ひげ世界最強の男と言われていたわけなんですけども、そんな白ひげは、まあ、最後ね受けた傷とかも全部書かれた上で一切の逃げ傷なしと書かれてね、まあ、かっこいいところで、まあ、幕を閉じたわけなんですけども、ガープは消息不明となってるだけなんですよね。まあ、つまりはっきりとした死亡者シーンは描かれていないわけなんですよ。で、まあ、基本的にワンピースで、まあ、完全に死亡者と明言されていない人物は、まあ、やはり生きていることが多いと。最近やったらソードのドレイクとかも消息不明とされていたんですけども、まあ、ちゃっかりと病院で療養しているシーンがね、まあ、描かれましたし、インペルダウンの、まあ、ボンちゃんとかもマゼランと戦った後に扉絵で生きていることが、まあ、明かされましたよね。ドレイクとかボンちゃんも今後物語において、まあ、すごいね役割があるからまだ生きてるんだよっていうことを思うわけなんですけど、じゃあガープがここで後進に託してガープ中将シスみたいになっていないっていうことは、まだガープも役割があるんじゃないのかなと。でその役割というのは D に関する役割なんじゃないのかなっていうことは改めて思いましたね。でこのガープの生存説なんですけど、まあ、これはまあガープの軍艦がしっかり蜂の巣から逃げ切ったことも大切やとは思っていまして、まあ、実はガープの軍艦って、まあ、ルフィのおじいちゃんだと正体を明かすウォーターセブンのずっと前のアーロンパーク編ぐらいから扉入れ書かれてたんですよね。でこの犬の選手や、まあ、犬の被り物をしてたわけなんですけど、ガープは、まあ、結局これの伏線とかもよく分からず、まあ、このまま物語が進んでるわけなんですよ。でそういったことを考えると、まあ、やっぱりね、まあ、この船というのは主人を守るためにある、まあ、守護神的な存在なわけじゃないですか。でそんな船だけを残して、まあ、ガープが行くかって言ったら、まあ、そういったことも考えられないし、まあ、こういった謎も残ってるんで、まあ、やっぱ生きてるんじゃないのかなってことは、まあ、思っちゃいますよね。でその船のシーンなんですけど、まあ、今回のアニメでこの空飛ぶ軍艦の新たなアニメ初描写があったんですよね。それが、まあ、今回コビーを助けに来た時の軍艦が、まあ、飛んできた描写なんですけど、原作ではなんで飛んだのかってのはあんま分かんなかったんですよ。まあ、なんか飛んでるなーっていう感じやったんですけど、まあ、これは、まあ、しっかりとガープが海面を殴って爆風で飛ばしてるっていう、まあ、すごいね、まあ、ゴリ押しな飛び方してるんやなーっていうところでね、まあ、めちゃめちゃ面白いなーと思ったわけなんですけど、まあ、これがね新たに判明したんですよね。まあ、ただこれ、まあ、やっぱりすごいオマージュされてるとは思っていて、まあ、完全にねあの空洞バーストでウォーターセブンで、まあ、サニー号に逃げられた経験から、まあ、独学でガープもルフィたちと同じようなことをやりてえなーみたいなことを思っていたんじゃないのかなっていうことは、まあ、思いましたね。まあ、あの時にもねやりおるとも言っていたんで、いつかワイもやったろうみたいなことを思って、まあ、学習していたのかもなーってことは思いました。またね、まあ、ガープがね、まあ、すごいアニマルの中でこうやってね泣きながら笑っている不思議な表情があったんですけども、これは、まあ、かつてルフィたちがやったことを、まあ、再現して、まあ、懐かしいようなおもろいようなやっぱルフィのおじいちゃんなんやなーみたいなところを思わせるような描写やなーってことは思いましたね。はい。でね、あと今回の、まあ、アニマルの中でね、まあ、やっぱすごいね思ったのはね、まあ、ヒバリの、まあ、恋心というのがね、まあ、すごい丁寧に描かれてるなーっていうことは思いましたね。まあ、実際107巻の SBS で小田先生から明かされたエピソードとして、ヒバリが大切にしているお守りの熊の人形を戦場になくしてしまい、それを知ったコビーがわざわざ戦場に引き返して怪我をしてまでも探し出したというエピソードがあったわけなんですけども、小田先生はヒバリがコビーのことを好きかどうかについてははぐらかしていたんですが、それに関してのアンサー的なことが、まあ、しっかりと描かれましたと。これはね、こうあからめながら自分の作ってきたお弁当で、まあ、ランチに誘うみたいな感じの話なんですけど、これもう学校とかやったら噂になるレベルの恋ですよ。コビーはね自分の正義を貫くことしか見ていないんで、まあ、全く気づいていないんですけども、まあ、最近のジャンプとかでもこのベッドの横にはヒバリちゃんがいて、まあ、すごいいい感じなん
ですよね。まあ、ということでね、コビー幸せになってくれ、ひばり報われてくれっていう思うわけなんですけど、まあ、あまりにもこのひばりちゃんは可愛かったですね。いや、すごい良かったなっていうことを思います。でね、ベガパンクのね、GP フラワーとかもね、まあ、しっかりとね、描かれてね、まあ、このひばりの可愛さっていうのがね、まあ、相まって出てきたわけでね、まあ、すごい良かったなっていうことはね、まあ、思いましたね。で、あとはね、やっぱこのひばりが、まあ、もしかしたら、カエルの娘なんじゃないのかっていうね、まあ、考察とかもよくあるわけなんですけども、まあ、この辺はどうなんでしょうね。まあ、正直まだ現段階では何とも言えないなっていうところはね、まあ、思いますね。でね、このね、青生地関連でね、最後に一個だけお話ししようかなと思うんですけど、まあ、このね、青生地がま、めちゃめちゃかっこよかったっていうのはもちろんそうやし、あ、黒ひげ海賊団をこんなに壊滅状態にさせる、やはり元帥になれるぐらいの実力を持った男やと思ったわけなんですけど、青生地が海軍を辞めた説明が、まあ、このパンクハゾル、赤犬と決闘があって、まあ、元帥の座をめぐって戦ったよと、まあ、でも青生地は負けちゃって、まあ、赤犬は情けをかけて、まあ、出ていったよっていう話なんですけど、これなんかすごい個人的には引っかかるところがあって、というのも、まあ、それはね、原作でも似たような話っていうのはあったんですが、まあ、原作では、まあ、2年前海軍本部次期元帥の座をめぐり起きた大将赤犬 VS 青生地の大喧嘩、それから1年後としか書かれていないんですよね。なんでその青生地が情けをかけられたみたいな感じの描写っていうのはあまりなかったところやと思うんで、まあ、ここをなんかあえて強調しているっていうのは、青生地がこの海軍を結局辞めた理由っていうのを繋がってくるんじゃないのかなと、まあ、そして、まあ、何かしら利害の一致っていうのがあると思うんで、キイチと手を結んでいるわけなんですけども、この利害の一致が描かれるときに、このパンクハザードのこのちょっともやっとする部分もまあ解決するんじゃないのかなっていうことは思いましたね。いやでもね、やっぱりね、まあやっぱりロギア系の能力っていうのはやっぱすごい派手ですし、ガープはね、能力者じゃないのにもう悪魔の実の能力を超えるような派手さを持ったね、まあ、技を使ってきますし、まあすごいね、このバトルの気合の入る具合がね、まあ面白いなと思いますね。でね、ローガのね、敗退のシーンとかもね、まあ描かれるところでね、ワンピースをめぐる戦いもね、まあかなり大詰めになってきたなっていうのがね、まあアニメを見てもわかるんでね、これから先のね、このアニメもね、すごい楽しみにしていきたいなと思いますね。で、まもなくね、イム様がね、アニメで描かれるんでね、これはね、やっぱ声優さんが男なのか、女なのか、若い人なのか、年を取っている声なのか、この辺はめちゃめちゃ重要になってくるんで、ぜひね、まあ、皆さんもね、一緒にね、このアニマン追いかけていくとね、まあ、よりワンピースを楽しめるんでね、おすすめです。このアニマンでね、まあ、こういった発見があった時は、まあ、こうやって動画も撮って、まあ、みんなとでまた共有できたらなと思います。今日の回が面白かったよとしては、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、See you!